はい、引き続きまして教えて都市伝説のコーナーでございます。はい、何でしょう。はい、まあちょっとね、今フリーメイソンの、そうですね、まあ、話してもらったんですけど、はい、まあ、都市伝説ってやっぱいろいろ種類あると思うんですけど。あります、あります。まあやっぱ僕はですね、そのまあ最初に説明した通り、番組とかのやってる上でですね、はい、ちょっと入ってくる情報とかもあって、はいはい、ただちょっとその方向性としては、その身近なもの、はいはい、皆さんがまあ身近に感じられるものとかをちょっと今回取り上げようかなと思って、うん、いいね、それはいいと思いますよ。はい、でちょっと今回取り上げたいのがですね、はい、血液型、血液型、はい、血液型についての都市伝説というか。お、全然わかんない、はい、血液型って今、AB、A と B と、うん、AB と、うん、O 型、うん、4つですね、4つ、はい、でこれってそもそもまず、うん、なんでこの並びかなって思ったことないですか。確かに C 来てもいいじゃないかっていう。そうですよね、 AB でなんで急に O になるのって思うんじゃないですか。それは思ってました、思ってました、はい、調べてないですけど分かんないです。そもそも、はい、その A 型 B 型、うん、AB 型 O 型っていうのは、はい、そもそも3種類だったんですよ。で、A 型 B 型 C 型だったんですよ。O じゃなかったですか、そもそもは、はい、でなぜそう O 型に急になったのかっていうところからなんですけども、はいはい、血液型をこう分けるっていうのがそもそも、うん、概念がなかったんですね、昔は。全部一緒にしてたんですか。そう、もうだ人間の血っていうぐらいざっくりしてた、うん、でそもそもだから血の種類があるってことがまずわからないじゃん、同じ赤い血だから。確かに。でそもそも種類がわからなかったのが、ある時その血がね混ざっちゃって、はい、いろんな人の血が混ざったら、うん、凝固してたのよ。固まってた、固まってたの、うん、でなんで固まるんだろうってところから始まって、うん、いろいろ調べてたら、知らなかった、血液の種類が違うぞってことになったの。何種類かあるぞって。そうそう。で、それで最初一番ざっくり分かれたのが A 型、B 型、C 型だったの。で、ユダヤ人の人が、その医者がね、それを調べて分かった。ユダヤなんですね、しかも。すごい。で、その人が、うん、なんでその C 型にしてたのが O 型になったかっていうと、うん、そうですよね。A の、うん、A 型の、うん、血液のその種類と、はい、B 型の種類。はい。で、C 型の種類ってあったんだけども、うん、その後に AB 型っていうのが出てくるのね。はいはいはい。で、A 型の、要素と B 型の要素を2つとも持ってるのが AB 型。うん。まあまあ。で、C 型だけ何も持ってなかったのよ、うん。その A 型の要素も B 型の要素も持ってないものが C 型。それは1つ。そう。はい。で、それを、なんだろうな、その、研究書にまとめるときに、種類として、うん、A の要素も B の要素もないっていう意味で、うん、ゼロってしてたのよ、だからゼロ型だったのよ。そういうことなんですね。 AB 型が出てきた時に、うん、そのゼロ型っていう意味でやってたのが、うん、読み間違えて O 型になったのよ。すげえ気持ちよさそうな顔してます。面白いっすよ。そうなんですよ。でゼロ型なんですね。そう、そもそもだから O 型じゃなくて C 型だったのが O 型になったんじゃなくてゼロ型だったのに読み間違えて、またそう O 型っていう。面白いっすね。だからすごい不自然じゃない、そもそもが。まあね、そうっていうことなのよね。へえ。でその後日本で流行ったものってあるじゃないですか、うん、その血液型占い、性別を占いとか、うん、あれってすごい流行ってるけど、うん、そもそも科学的な証明って全くされてないものなのね。あ、まあまあ、その統計学とか。そう、統計学っていうと、ね、はい、本来全然合ってないというか、そんなデータはないんだけども、うん、結構もうイメージあるでしょ。 A 型は例えばじゃあ細かいとか真面目とか、そうみたいなね、 B が個性的な、あ、はい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 。であれっていうのも、うん、広めた人がいるんですよ、意図的に。元々最初に、うん、っていうのも、うん、血液型のそのなんだよ、性格をこう分けるっていうのは、うん、軍が最初研究してたの、日本で。へえ、何それ。でそれはなぜそのためにやってたかっていうと、うん、まあ性格別で、うん、どういう班に向いてるかとか、どういう、はいはい、まあ、仕事だとか、そう、編成にするかとかっていうのと、うん、あと単純に輸血、うん、あ、はいはいはい、この人がこれだって分かってると輸血がしやすいとかっていうこともあって、うん、それを性格で判断してたんですか、もともと。最初はね、研究が始まったのが軍のためだったんだけど、ね、まあでも面白い、はい、だけどそれで結果、うん、
分かんねえってことになってるの。軍の研究ではそんなんじゃやっぱ判断できねえや、まあ、A 型だけど大雑把な人いるし、 O 型だけど真面目な人いるし、そんなんじゃ決めらんないって言って、うん、で戦前はそういう風にもう結論づいたの、うん、で戦後、うん、のみさんっていう人が、うん、のみ正彦っていう人がいるんだけども、うん、その人が、血液型の、うん、あの診断書みたいなのを作って、うん、本を作ったの、うん、そしたらそれはベストセラーになっちゃったの、はい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 、でそこに使ってるやつが科学とかっていうような感じで、うん、データとして、うん、軍でちゃんと研究されてるもんですよって出しちゃったもんだから、うん、みんなそれを本物の科学でちゃんとして統計があるもんだと思ってこう、うん、信じ込んじゃった、はいはい、でそれがあの広まって、うん、今の血液型のあのまあ、ちょっと差別的な感じになってるんだけども、あのなんかありますもんね、 A 型の人は見てください、そうそうそう、読んでくださいみたいな、 B 型説明書とかあるじゃん、面白い、でそもそもそうなの、うん、でそののみさんって人は何なのかっていう、分かんないです、誰なんですかそれ、そいつが実は放送作家なんですよ、うん、普通の、はい、あの要は同業者なんですよ俺らの、テレビとかの、はい、先輩なんですか、じゃあそうなんです、で面白い、いかに放送作家ってやつがいい加減なことを書いて、うんうんうん、だけどやっぱその面白く書くから、あ、まあね、広まっちゃうんだ、はいはいはい、でその能力がやっぱ長けてたから、うんうん、面白くあっという間にその増えちゃって、そう広まって、うん、でその人が一応データを作って出してたのが、うん、実はのみ一族の家系の中だけの話なんですよ。だから A 型の母親がいたら、うん、母親の性格をただ A 型として出してたの。A 型ののみ。そうなんだよ。うん、だ本当は十数人しかないデータを、うん、あたかもすごい統計を取ったかのように出して、科学とつなげて出したからみんな信じるようになっちゃったの。のみの A 型占いなんですか。そうなの。本来はそうなの。A 型ののみさんが読んでください。そうそうそう。そうなの。面白い。で。はい、まだちょっと続きがあって、うん、でその血液型ってでも、うん、今でもあなたは何型みたいな話するじゃない、します、ね、します、します。でそれをすごい確率で当てられる人が結構いたりするのね、うん、君は B 型でしょみたいな、うん、なんかそういう話で、うん、でじゃあなんで、うん、意外と合ってんじゃんっていうことも結構あるのよ、はい、科学的には違うのに、うん、なんで合ってるかっていうところがあって、うん、それがあの実は人間は、うん、そのね言葉に左右される、要は言葉に支配されていくのよ、はあ、要は生まれてからずっと B 型はわがままなやつですっていう情報が出回ってるじゃない、ずっと言われてるから、ちっちゃい頃から、そうすると子供はそうならなきゃいけないっていう風にどんどんなっていく、だから今その言われてる血液型っていうのは、うんうん、あながちだから間違いじゃない、いや寄せに行ってるんですよ、そう自分からが寄せに行ってるってこと、うんうんうん、面白い、だから結局、うん、今のその判別っていうのは、うん、科学的には全く立証されてないんだけども、うん、間違ってるとも言い切れない、へー面白い、で怖いのは、うん、じゃあこれから出すもので、うん、そういうねカテゴライズをして、うん、A 型はこういう人間ですってことを、はい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 、もし軍事的とかうまく使って情報操作をしていけば、はい、これから生まれてくる子供とかのさら、うん、の状態からだと、うん、そういう人間育てることができるっていうふうに考えられるじゃん、ちっちゃい頃からずっと言えばね、広く見て洗脳じゃないけど、はい、で実はそういう、うん、あのマインドコントロールにつながるっていうことがあるんではないかっていう、はい、まあ、都市伝説ですよ、うん、あのだからあの新しいね、うん、血液型の本とかが出て、それがもしこれからブームになったとしたら、うん、そういう人間が増えていくっていう、うん、要はその国家戦略かもしれない、その作者が思う通りに、そう人間が作られていくっていう、ていうわ面白い、そして自分がそう寄ってっちゃうって、うん、引き寄せられるっていう、じゃあその当たってないよっていう人はもしかしたらその本を読んでない人ばっかりで、周りがね、うん、そう洗脳されてない人だっていう、そう、あと逆を言うとそれに反発しすぎてそれとは逆の人間になっちゃってる、だからその血液型を当てられる人っていうのはその洗脳されてる人と反発されてる人が見極められれば当てられるっていうシステムになるじゃない、だから血液型は意外とあの合ってるところもあるし、でも大嘘でもあるし、意外なところで操作されてるかもしれないっていう、うん、
都市伝説です。めっちゃ面白かったです。はい。身近なもので血液型って、うん、多分今後も言われるし言うし。うん。要はすごいこれから夢追い人がめっちゃ増えるツールじゃないですか。はい。ね、はい。ミュージシャンになりたい、芸人になりたいとか。はいはいはい、テレビでアナウンサーになりたいとか、なるほどね、まあ、いろいろある、宇宙飛行士になりたいとかいろいろあるじゃないですか。ありますね。それが夢追い人が多すぎて、うん、ちょっと普通に働いてる人が少なすぎるっていう時に、A 型は夢を追わずに勤勉にコツコツと勤勉に働きますっていう風に本を出せば、そういう風にちゃんとしたその、うん、ね、働く人が増えていくっていうことも、まあ、もしかしたら可能かもしれないよ ね、うん、まあ、O 型は全く iPhone をいじらないみたいなそうそう、うん、とかもできるわけですよね。だからその極端な話、極端な話、うん、A 型と B 型の相性がいい悪いとかってあるじゃない。うん、あれっていうのも、うん、結構勝手に変えられちゃうじゃない。それって、まあね、うん、だったらこういうタイプの人間とこういうタイプの人間をくっつけて、うんうん、いい遺伝子の人間を残そうみたいなこととかもできちゃうし。うん、はいはいはい。要は血が少ないっていうじゃないですか。ああ、そのね、うん、血液型によって、ね、血を増やすために何かと何かの血液型を結合させた方がいいってなったら、うん、相性で ね、うん、そういう風に操作することもできますし、まあそうですよ、素晴らしいじゃないですか。どういうところで、うん、面白い、なんか力が加わってるかが分かんない、うん、あとまあ放送作家っていうやつは信じちゃダメだよってことを言いたい、うん、面白いっすねそれね。そうなんですよ、すげえ面白い。これはだからその、うん、なんですか、まあ後半ね、やっぱ都市伝説部分もあるけども、うん、まあね、誰が操作してるかとかわかんないけども、うん、最初の部分は本当ですよね。うん、その A から B、うん、C になって、ゼロ型とか、うん、これは本当です。はい、まあ、都市伝説を話してるんでね、我々。はいはい、その、まあ、当たる当たらないは、はい。全部嘘だと思ってもらってもいいですし。その、まあ、娯楽の一つとしてね、聞いてほしいですよね。はい、そうですよ。いや、素晴らしいです、都市伝説。あまりね、そうですよ。うん、のみさんにね、なんか、うん、迷惑かかってもあれなんで。嘘っぱちだよ、こいつ。はい、うん。ね、そんなあったりして。でもそうなんですよ。面白いっす、うん、それは。結構ね、いろんな血液型に関することとかもやっぱいろいろあるんですよ、都市伝説。なんで、まあ、ちょっと自分で興味出たら調べてもらってもいいですし、はい。飲みのお母さん、こんなだったんだってね。そうそう。まんまだったりするかもね。飲みのお父さん、こうだったんだっていう。そいつの性格が まんま B 型とかになっちゃってるからね、ね、多分、うん。お母さん、片付けられなかったんでしょうね、O 型。そうだろうね。お母さんが O 型ってなんで決めたんだろう。そのお父さん A 型で、いや、ちゃんと片付けしろよ。で、お父さんやっぱ A 型だから、みたいなんで、うん、ちょっと真面目で、ね、綺麗好きなんだっていうふうに。うん、で、僕は AB でちょっと個性的だから。そうそうそう、みたいなね、うん。があったりして。面白いですね、それもね。AB の僕はどっちも受け入れられるんだよっていうね。うん、面白いです、それは。なんかでも血液型自体がもうちょっと差別じゃないけど。まあね。今カテゴライズされてるけど、うん、差別がなくなったから血液型でこう分類するのが流行ったっていう説もあるからね。うん、あ、はいはいはい、差別があれば、まあ、分けられるじゃん、カテゴリーって、うん、でも人間って分けたがるのはないと、うん、どうにか分けたいっていうのでやっぱその干支で分けたりとか、うん、はいはい、うん、なんか占いで分けたりとかしたくなる、ね、うん、それの、まあ、最たるものが血液型だったっていう、うわ面白いな、うん、っていう話です、うん、はい、面白い。ちょっともう一個いいですか、はい、今一番足らない血液型って何か知ってます？ O 型じゃないですか。これ A 型なんですよ実は。あ、そうなの。はい、今駅でさ、うん、募集してんのとか大型とかね、少ないイメージだけど A 型めっちゃいるじゃないですか、うん、多分大半 A 型だと思うんですよ日本人って、うん、でその A 型はいっぱいいるから もらってるからもういりませんって言ってて、大型ください、 B 型ください、 AB くださいって言いすぎて、うんうん、A 全然いかなくなっちゃって、うん、A が今足らないんですって。逆にもうみんなが言ってると思ってってことだ、うん、そう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 。へ、まあ、これも、まあ、人から聞いた話なんで本当かどうか分かんないですけど、ね、うん、でも A 型が今足らないんです実は。でももうイメージで思ってた俺、その、うん、A 型めっちゃいるみたいな、ね、うん、A はいるからいいやって思ってるし、そう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 、うん、あ、本当らしいです。へえ、うん、まあ、分かんないですけど、ね、はい、ありえない話だな、そうね、うん、うん、まあまあ面白いですよね。血液型ね。面白い。はいはい。いいです、いいです。ありがとうございます。なんかこういう感じでちょっと身近な、うん、年まあ質問とかをちょっと主に取り上げようかなと思って。はい。うん、ありがとうございました。お願いします。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。